今生は2012年4月2日から中国放送で月曜金曜夕方に放送されている情報番組2012年4月2日から2014年9月19日までは今生3チャンネル2014年10月1日から2019年12月20日までは今生として放送されていた月金曜日不定期コメンテーターで 広島ハートセンター委員長、木村博之が出演している。青山隆地ツイッター。青山隆地ツイッター。2018年3月27日閲覧。一部曜日は19時まで。19時終了の場合次の番組へは、ステプレレスで接続する。なお、キー局の TBS テレビにおいても、N スタから19時台の番組への接続は、ステプレレスとなっている。 出演者、中国放送、2019年12月25日閲覧。今生。大幅リニューアルのお知らせ。中国放送、2019年12月1日閲覧。RCC テレビ、今生。リニューアルで2020年から4時間の生放送へ。広島ニュース食べた、インジャー。2019年11月27日閲覧。 7月27日から今生大幅リニューアル中国放送2020年7月23日閲覧 CBC テレビ TBS テレビにおける放送終了時刻は15時49分で上記2曲をはじめとする対一部ネット局では上記時間帯までの放送となっているが当局では本番組の18時台のみへの短縮時を除いて15時40分に 飛び降りた上で、同番組をネットしている。名古屋発の、午後スマが、新年から石川、広島でも放送スタート。石井良次アナの顔が一度一度30件で見て、いただけることに。PR タイムズ2020年12月14日、閲覧。2021年1月、RCC テレビ平日午後帯がありニューアル。広島 RCC タイムズ2020年12月付け。 中国新聞2020年12月24日付29ページ下部中国放送広告スタジオの画面とスタッフフロールは右上にワイプで表示テロップや視聴者の投稿写真の入らないアニメ映像は曲公式 YouTube アカウントで見ることができるまたこの映像がレモン地天気予報のタイトルで単独番組として報道特集終了後などのミニ番組枠で 編成されているほか、使われている曲を利用したダンスも作られ、レモンチダンスプロジェクト企画として、番組内で、淵上、田村が披露したり、視聴者からのダンス動画を募集して、賞を決める企画も行っている。第2部は、EPG や中国放送の編成上の扱いは、別枠の中段番組扱いとなっている。全体の進行役だが、二0二0年七月十日までは、 原則17時台のみ出演していなかった。7月27日のリニューアル以降はエンディングまで投資で出演するようになった。水曜18時台を除いて16時55分以降は原則出演しない。また、原進の賢人言葉駅伝広島賢人が大切にしている言葉をつなぐ旅のロケ取材や休暇などで欠席する場合もあり、いずれの場合も代理は中根ゆきが担当。 エヌスタのネットワークが臨時拡大され、今生の放送時間が短縮された場合は、出演しないこともある。公式サイト EPG では、青山、河村と4人でメイン MC 扱い。16時台の特集に出演する場合はいずれか1人が出演し、17.18時代は揃って出演。なお、片方が休暇や中継で外にいる場合は代役を立てずに、 エンディングまで投資で一人で進行する。16時55分以降、ニュース部分と兼務で実質的な女性 MC を務める。16時台の未出演し、16時55分以降は上記 MC のみで進行。途中からは、金曜日に、移動 RCC、今生、の新コーナー、乾杯、広島立ち待ち旅が7月6日スタート、乾杯、広島県、 乾杯。広島県。2017年12月20日閲覧。近藤夏子の乾杯。広島立ちまち旅2015年7月6日。今生。RCC テレビ。2017年12月20日閲覧。サブタイトルの乾杯。広島サポーテッドバイキリンビバレッジの部分は継承された。この時は十三時十五分から十五時十三分に。 広島ローカルのオバマ大統領、広島訪問関連の報道特別番組を放送したほか、15時53分、16時53分には、通常ネットしていなかった、N スタニュースワイドを臨時ネットした。2時間枠時代の2019年シーズンまでは18時15分から、ベディーカープ、RCC カープナイターを放送する際に、N スタ第1部を、 臨時ヒネットとした上で本番組の放送時間を拡大。RCC ニュース6と一体編成のベディーカープ。今生。ニュース6として17時50分まで放送し、番組後半からニュース6の出演者が合流していた。今生。としては17時10分頃で終了し、その後は終了までニュース6の停載となっていた。 2020年シーズン以降は編成上は17時50分で番組を返上し、N スタ第2部の JNN 枠を挟んで中継に移行している。この場合は連続ドラマの集中再放送や TBS 系列、またはテレビ、東京系列のバラエティ番組の単発放送などで穴埋めする。ただし2009年はイブニングワイド第1部、 2014年から2016年は N スタニュースワイド17時代をそれぞれ差し替え、当該時間帯は14時代は再放送枠などを放送している。7月10日までは愛していると言ってくれの再放送を帯で編成していたが、急遽別時間帯に編成となり、その後7月27日から通常編成に復帰。前述の通り、 2021年1月4日より、午後すまは、正規ネットに行こう。もともとは映画、みんな、エスパーだよ、の主題歌として制作された楽曲、今生3チャンネルに関するカテゴリー、今生、に関するカテゴリー、ありがとうございます。